亀大医療大学は、千葉県鴨川市横浪久462番地に、本部を置く日本の私立大学である。2012年に設置された。大学の略称は、亀大医大。旧、鴨川市立鴨川中学校の跡地に位置する。亀田総合病院の亀田グループに属する。前身は1954年に開校した、亀田病院準看護婦学校で、 1966年に民間発の看護師学校を2年課程で設置し、1979年に3年課程の専修学校の認可を受けた。1992年に2年課程の第2看護学科を開設した。2002年に1年課程の第1看護学科80名、2年課程の第2看護学科40名、準看護学科30名。 の産学科を有する看護専門学校となる。2000年に、準看護学科を廃止して、助産学科20名を設置し、亀田医療技術専門学校と解消した。2005年3月に、第二看護学科を廃止し、2010年4月に設置者を、医療法人から学校法人へ変更した。2009年看護学科80名、助産学科20名で2012年に開学を、 計画する。2010年2月5日に、鴨川市が市民説明会を催し、医療大学誘致のため用地の無料状とは、周知不足の意見が上がる。10月に効果夢の翼を制定する。2011年3月までに、定員80名の看護学部看護学科の設置を申請した。2011年5月10日に、校舎建設の安全祈願祭、 7月28日にカメガメディカルセンターで第1回オープンキャンパスをそれぞれ模様した。10月24日に文部科学省から設置認可を得る。教員の年齢構成が高いことから、教員の採用計画などによる将来構想の着実な実施、若手教員の授業担当科目数が多すぎることに対する支援を実施すべきこと、鴨川市から補助金を収納次第速やかに、 報告するよう、設置にあたる留意事項が付された。2012年4月に開校し、2013年に学生会館が完成した。2016年に千葉工業銀行と相互協力連携協定を結ぶ。校舎学生会館広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。